親愛なる我が弟子アルフレッド君とモンタナ君、元気かね。今回の君たちの使命だが、世界各地の遺跡に秘められた謎を解き、そこに隠された秘宝を発見するのだ。遺跡には秘宝を守るための仕掛けや罠がいっぱいだ。しかも世界の考古学的秘宝を全て我がものにしようと企むゼロ教が君たちの前に立ちふさがるだろう。ゼロ教の野望を砕き、全ての秘宝を手に入れるのだ。例によって行く先々には危険が待っている。君を守るのは君自身だ。成功を祈る。なる我が弟子アルフレッド君とモンタナ君、元気かね。今回の君たちの目的地はカリブ海だ。海洋学者クスグローブ教授が巨大なタコに襲われているという連絡を最後に消息を絶ったのだ。クスグローブ教授を見つけ出してほしい。例によって行く先々には危険が待っている。君を守るのは君自身だ。成功を祈る。うひょー、今度は南の島で大冒険だ。でも巨大なタコって決まってるさ、ゼロ教だよ。のんびり日光浴している暇はなさそうね。カリブ海にゼロ教が狙うような秘宝が眠ってるってのかい？17世紀にカリブ海で沈んだスペイン艦隊が積んでいたという金の銀字がベラクルスが狙いだった。行方不明になった教授もベラクルスを探していたのかしら。彼の専門は魚さ。カリブ海は魚の宝庫だからね。とにかくそのコスグローブ教授とやらの船を探そうぜ。うまい魚が食えるかもしれねえぞ。ほら、あれ、コスグローブ教授の船だ。どうするの？乗り込んでみるに決まってるだろう。誰もいないみたいよ。ゲームがある。ちょっとやってみようか。
これは何？潜水球に空気を送るのさ。これは何？潜水球に空気を送るのさ。コスグローブ教授はこれで海に潜ったんだよ。よし、行ってみよう。これで水に潜るのか？とにかく潜ってみるしかねえだろ。何か見えるわ。沈没船かな。あれだよ、スペイン艦隊の聖ジョルジュ号だ。ベラクルスとかいうお宝抱いたまま沈んだって船かい？コスグローブ教授は魚を調査していて偶然この船を見つけたんだ。そしてゼロ教と遭遇してしまったのね。あの窓から入るぜ。気をつけてモンタナ、ゼロ教たちが潜んでるかもしれないよ。心配するなって。さあ、コスグローブ教授を探そう。クフ王のピラミッドはもう調査が済んでるんでしょ？調査はされているんだけど、クフ王の財宝はまだ見つかっていないんだ。まだ発見されていない通路がピラミッドのどこかにあるはずなんだよ。お勉強はそれくらいにしてくれ。カイロに到着だぜ。ちょっと、発掘現場で拾ったペンダントだよ。カイロ土産にどうだい？それを20ドルで買ってやるから、発掘現場に連れてってくれ。よし、教団成立。あんたら、クフ王のピラミッドに行くんなら罠に気をつけた方がいいぞ。ここがクフ王のピラミッドの発掘現場さ。ありがとうよ。こっからは俺たちだけで行く。オイラはここで商売してるよ。やたらと触っちゃダメだよ。どんな仕掛けがあるかわからないんだから。再挑戦だ。よっしゃ！
やれやれ。よし、再挑戦だ。やれやれ。よし、再挑戦だ。同じところを回っているんじゃない？どこかに抜け道があるはずだよ。この壁は？よし、押してみよう。ペルーの町へ向かおうぜ。そんな時間あるかしら。町からマチュピチュまで汽車で行くとして。おいモンタナ、ほとんど12時まで時間がないよ。なんとかなるって。俺は世界一運のいい男なんだぜ。あれがそうね。この町から汽車に乗るんだ。乗り遅れると時間に間に合わないぞ。心配するなって。さあ急ごうモンタナ。汽車じゃなくて生でマチュピチュまでってのはどうだい？モンタナ、まさか本気で言ってるんじゃないでしょうね。俺はいつも本気さ。あれ？こいつ変なもの持ってるぜ。パズルだよ。タイルを動かして絵を完成させるんだ。いろんな絵があるわよ。よし、こいつにしよう。バカにされてるよモンタナ。もう一度挑戦してみるかい？急ぎ旅だしやめとこ。とんだ時間食っちゃったね。
まあ、機械が走り出してるよ。ありゃ、本当だ。急がなきゃ。さあ、飛び込んだ。私はレディなのよ。さあ、二人とも早く。間に合った。モンタナ、あなたがグズグズしてるからいけないのよ。間に合ったんだからいいじゃない。乗客は私たちだけみたい。これは貸し切り列車だ。これは向こうに着くまで一眠りしてくよ。アルフレッドは？僕はコンドルの卵について調べ物があるから。ねえモンタナ、モンタナ、呆れちゃう。もう寝ちゃったみたい。駅に着いたよ。モンタナ、起きて。起きなさい。うわ、よく寝た。よし、エネルギー満タンだ。さあ、時間との勝負だぜ。まずコンドルの像を見つけて、それを祭壇に捧げるんだ。急ぎましょう。さあ、あと1時間しかないよ。まずはコンドルの像を探すんだ。あった！コンドルの像だ。12時まであとわずかだぜ。急ごう。